生しています。もしもし消防庁、火事ですか？救急ですか？火事です。そこは何区、何町ですか？江東区有明3丁目東京ビッグサイト東側です。何が燃えていますか？建物の1階が燃えています。わかりました。消防車がすぐに向かいます。浅草消防少年団の小学生が火災を発見し、携帯電話から119番通報を行いました。地域の皆さんが協力し、消火活動、救助活動を行っています。
3番の白いタンクから大きな音がします。ご注意ください。大きな爆発とともにさらに火災が発生したようです。全然これにクレーン車を投入する。皆様、海の方向をご覧ください。消防艇とヘリコプターによる救助活動が行われます。海の中に落ち、水難救助隊により船の上に助けられた隊員を早く病院へ運ばなければならないため、ヘリコプターから隊員1名が船の上へ降り、ヘリコプターへ押し付け出していく模様です。なお陸上にあります大型モニターにおいて活動の様子を中継しておりますので、合わせてご覧ください。よし、搬送しろ。隊員が船の上へ降り始めました。上空にあるヘリコプターから船の上まで降りるときは、隊員を増やす非常に高い技術が必要です。今の救助活動現場には建物の中に閉じ込められた人がいるようです。崩れた建物は外からの侵入が難しいため、侵入できるスペースを作っていく模様です。建物の中に閉じ込められた方を救助隊の器具を使い救出していきます。神田救急隊が
東京女子医大フィーバトと連携し、オプションを対応に当たれ。会場内に活動している赤緑のベストを着た方たちは東京 D マットです。東京 D マットは大規模な事故や災害に近い形で消防隊と連携して一人でも多くの命を救うために消防隊の医療チームです。消防隊と連携し特捜の対応、埼玉県隊の人はクレーン車と連携しそれを対応、神奈川県隊、川崎隊になっては消防隊と連携し車両を対応、神奈川県隊、横浜隊になっては八王子と連携し配管対応をお願いします。海外都市救助隊のソウル消防災害本部救助隊も到着し、これよりハイパーレスキュー隊と連携した活動を始めます。救助活動現場をご覧ください。大型のクレーン車が活動の障害物を取り除いています。乗用車を持ち上げ下敷きになっている人を救助していく模様です。また荷物のアームを備えている重機は送搬重機です。この重機は荷物のアームを使い今までの重機ではできなかった複雑な作業を可能にしました。4番の高いビルをご覧ください。3階で逃げ遅れた方たちが1箇所ずに担架数点救出という方法でレスキュー隊により救助されました。地上に到着、無事に救助されました。2番の救助現場では、了解。ソウル消防災難国救助隊とハイパーレスキュー隊が連携し、車の中に閉じ込められた方の救助活動を行っています。の屋上には気を取れた方がいるようです。海の方向から消防ヘリコプターが到着し救助活動を行います。ヘリコプターに機体と付けられているホイップというクレーンで周りの屋上に戻し、それより救助を行います。
これより病院へ搬送します。地域の皆様と消防隊が連携し災害に立ち向かう有志をご覧いただきました。地震に伴う救出や消火活動が全て終了いたしました。身を守り地域と協力助け合いのテーマのもと、地域の方々と消防隊が連携を取り災害に立ち向かう有志をご覧いただきました。地震をはじめとする大規模な自然災害や火災など予測できない状況に遭遇したとき、私たちは互いに協力し合い助け合って災害に立ち向かっていかなくてはなりません。